みきやくん、お肉まん、ありがとうございます。神、ありがとうございます。卵サンドさんも神、ありがとうございます。けんさん、ペンライト、ありがとうございます。コラボ配信お疲れ様でした。お酒はありませんかって。お酒はないですね。ノー飲酒です。飲んでませんよ。ヤスルーパンさんもお肉まん、ありがとうございます。タカノンさん、マサさん、ただの DD さん、ありがとうございます。ニューウェーブプロジェクトチャンネルに出てくれてありがとう。こちらこそ。増えてたね、チャンネル登録者。あとどんぐらいなんだろう。ハイボール飲んでないです。うどむさん、ペンライト、ありがとうございます。飲んでないですよ。アキヤンさん、福は内、ありがとうございます。出されたご飯だけでも完食します。全部食べましたよ。夜ご飯にした。私まだ夜ご飯食べてないんですけど、今日何も食べてないんですけど、あれで済ませました。全部食べたよ。で、サーモンの塩辛を美味しかったからおかわりして、あれ 2,3 杯食べたら塩分取りすぎて、なんかもう逆に美味しい通り越した。あれはほどほどが、ほどほどがいいですね。食べ過ぎた。サーモンの塩辛を出されてたやつ 2,3 個分あったから全部食べたら、そう、塩分まあ治った。ムーランさん、神、ありがとうございます。そう、いくら入ってた。サーモンの塩辛、いくら入ってるのめっちゃよくない。お酒は強い方ですか。お酒は強すぎる方です。塩分過多。いくら、これはね、一個ずつ持って帰った。さっきの、サラダホープ、たっくん、ペンライト、ありがとうございます。サラダホープ、サラダホープ、初めて聞いた。知ってた？みんな、サラダホープ、カレー味、初耳でしたね。食べたいね。新潟に住んでいたので知ってました。住んでたの。ちくわパパさん、うま、ありがとうございます。すごい、あれどこやったっけ。今イカ天がなくなった。私、まあ、広島のイカ天みたいな感じなんかな。広島の人はみんな知ってるけど、でも他県の人には、初めてって言われるお菓子、イカ天みたいな感じなんかあった。ね、見かけない。なんかね、あられです。あられ、新潟限定。本当だ、
新潟バスセンターのカレー、有名なの？バスセンター？バスで行くことあるかな？ちょっと遠すぎて。バス。安部さんペンライトありがとうございます。バスセンターのカレー、サラダホープあられです。新潟は有名なお菓子メーカーが多い。そうなんだ。確かになんかお米が有名やけんさ、あられもなんかわかるわ。お米がなんかお米が有名やけんあられ。ティーライダーさん福は内ありがとうございます。文吾さんありがとうございます。確かにお酒も有名そう。お米やけん。お酒はね、でもいろんな県にあるよね、有名なお酒。ルイさん神ありがとうございます。神今日の夜ご飯は新潟のご飯です。イエーイ。たっくん神ありがとうございます。お米美味しかった。いいね、あんなお米が食べれるなんて。毎日こんばんは。サラダホープ。お米炊くモチベ、まあんな美味しいお米ができるんだったらモチベ上がるけど、お米。ゾンビ映画見に行ったよ昨日。行きましたよ。行きました。米は持ち帰れんかったね、さすがに。これね、米は自分で入手。新潟の米。でもまあ新潟の米はこの辺でも入手できるから簡単に入手できそう。全然この新潟限定のお菓子とかは入手困難そうだけど、お米ぐらいな。服部さん鬼は外ありがとうございます。鬼は外。そう、コシヒカリ。なんのなんと、なんのなん、なんのなん。いいね。でもご飯とあのサーモンの塩辛だけでさ、一食終われるね。
自炊せんでいいやん、米炊けばいいだけ、あれとご飯で食べれるけん。映画気になるけどハッピーエンドだといいんだけどって。どうだろう、見に行きな。こらってあれがあれば自炊しなくていい、お米炊けば。なんならお米だけでいいけんね、別に。そうなんならお米だけで満足したから、白米あれば、白米で生きようかな。三度の飯は白米。太るんかな、逆に。こんばんは。硬い派です、お米硬い派。いとしさん神、ありがとうございます。ご飯とあとお供がちょっとあればいいね。わらびもちさん神、ありがとうございます。え、やばい方がいい、私硬い派なんですよ。お米硬ければ硬いほどいい。あの本当に硬いのはダメだけど、あのハンバーグ屋さんとかで出てくるぐらいの硬いお米がいいな。まあそれはそこまでにしといて、今日はねスペイベの当落が出たということで、誰が当たったのかな。今日配信見たよって、ありがとうございます。大塚さんのファンの方、ありがとうございます。ショールームまで来てくれて。そう、スペイベの当落が出たらしい。新潟に気になるメンバーいました。え、大塚さんがすごすぎて、あのね、なんかソロタレントさんぐらいの、え、そうそうそうソロタレントさんみたいな。すごかったです。なんか STU にはあんまりいないタイプ。新潟の方みんなあんな感じなのかな。すごかったです。猫さんキラキラ、ありがとうございます。曽我部さんと原田さん、ね、NGT レベル高って思いました。 NGT さん、ラーメン部、ラーメン部、あ、ラーメン部、普段から食レポしてそうね、ラーメン部、なんかそうですね、いろいろあるみたいで。そうね、ハンバーグ部、ラーメン部、ラーメンか、なんか有名なんかな、新潟のラーメン。ラーメン、ラーメン、スイーツ部もあります。へえ、すごい。そんなあれ、好きな食べ物、たっちゃん神、ありがとうございます。神
新潟ラーメン屋多い。あ、そうなんだ。へー、そうなんや。でも愛媛もねラーメン屋多いよ。広島はあんま分かんないけど、広島であんまり行かんな。でもこの前あの配信終わった後にめっちゃラーメン食べたくてラーメン調べたんやけど、閉まるの早い、全然なかった。いや、ちょうど数日前、3日前ぐらいにラーメン食べたいなーと思ってラーメン調べた。新潟のラーメン美味しいからぜひ食べてほしいね。行けたら、新潟行きたかったんですよね。なんかツアーであったよね、新潟。でそのツアーどこ、ま、どこに誰が行くかまだ発表されてない時に、何かの時に どの県行きたいですかって言われて、私新潟って言ったんですよ。結局新潟はなかったんですけど、なんかの時に前のクラコンかな、変わらないとかな、どこ行きたいですか、何県に行きたいですかって言われて新潟って言ったんですけど、なんかの時に、そう去年のツアーなんやけど、なんかで言ったんですよ、くだらないとか聞かれたの。なんかの時に聞かれて、この中でどこ行きたいですかみたいな、チリパで聞かれたんかな、チリパかも。どの県に行きたいですかって言われて、寒い、寒いのは平気ですね。そう新潟に行きたいって思ってた。イモケンピーさん、カビありがとうございます。古代ラーメン、へえ、へえ、ラーメン有名なんだね。なんかお米とかのイメージが強いからあんまり知らなかった。三船さんキラキラありがとうございます。ね、ラーメンのイメージはなかったね。お米、へぎそば、そば。いもけんぴーさんペンライトありがとうございます。あと広島のさ、広島の方で紹介したなんだっけ、ホルモンのなんとか、あれ初めて知りました。ホルモン煎じ柄、そう、あれサラピが気に入って全部持って帰った。サラピ初めて知った。食べたことある？あんなね、ホルモンの初めて見た。広島にはサッカー観戦で行かせていただきます。お、サッカー？サッカー好きなの？そんな硬いイメージなかった。あ、硬くなかったんですよ、私に食べたやつ 2,3 個食べたけど私のは硬くなかった。なんかおでんのお肉ぐらいの硬さ、おでんの油が多い筋根のなんか筋のところって感じぐらいの硬さ。そんな硬くはなかったね。当たりと外れがあるんかな。私のは全部硬くなかった。そう、筋ぐらいだった。お酒と合う、
酒と合うか。私お酒は何も食べずにお酒だけで飲みたい派だから。ご飯と合わせたいですかって。え、煎じ柄。くまぽんさん、落花生ありがとうございます。サラダホープは新潟にしか売ってないですね。枝豆味が美味しい。あ、マジ？枝豆は食べてないや。持って帰ったのカレーです。カレー。枝豆確かに人気あったかな。カレー持って帰った。そう、カレーが余ってたんですよ。タレカツは余ってなかったので、もう食べた分だけ。2月11日のスペイン外れたから内覧会行ってきますって。行ってらっしゃい。赤いのはエビ。スペイン誰が当たったの？まだ2人しか知らない。こっそり来るんかな。あのお方かな。ツイートも配信にもないということは、あのお方かもしかして。スペイン当落出てるんだって。そうだよ、あのお方かな。いつもの当たらなかったというのは分かりました。当たらんかった。外れるよねって。 PM、 そう、本名の方。あの方はちゃんとツイートしてた。マジ？外れた？当たった？広島行くには何が行きやすい？新幹線じゃない？わかんない。バスとか出てるんかな？夜行バとかあるんかな？ツイートしてた？マジ？引っかからんかった。引っかかったの2人だけ。当たったってツイートしてた。やばいじゃん。へえ、じゃあこれで3人知ったことになるのか。8分前じゃん。そりゃ見れんわ。そりゃ知らんわ。すご、運なんかな。8分前はそりゃ配信してるから知らないわ。へえ。3人知った。あと1人やな。楽しもうね、バレンタインイベント。髪型可愛いです。ありがとうございます。そろそろ怖くなるレベルで当たってる。超申し込んどうかもしれんやんね。あと一人だ。こんばんはね。スペイベにかけてるんだと思う。ライスさん、ギ
ギフトありがとうございます。明日から毎日お菓子美味しそうに食べる練習始めますって言ったね。じゃあ最高に美味しい顔で食べてもらおう。いや、これからもう通知来ないよ。もう今の時点で来てなかったらハズレです、それは。でも4人しか当たらないから。こんばんは。複数のメンバーは当たらんのじゃない？複数は当たらん。あ、20%になっちゃった。次のシングルにかけます。ね、リアルイベント毎回一応あるからさ、今のところ。また次は何だろうね。水族館と来て、ボーリングと来て、バレンタイン。20%になった。いや、サイン会から当たりません。でもまあそんな簡単に当たるもんじゃないもんね。そうだよね。ポスター当たらない。ケンケンパーさん、ペンライトありがとうございます。そう、そんな簡単に当たらないから。17日昼より当たりました。やったね、鼻だれ。そう、当落はメールです。こんばんは。ポスター。17は昼夜参加しますって。ありがとうございます。花雪さん、キラキラありがとうございます。昼夜生誕祭だよね。まひなさんの生誕と、あと誰だったっけ、池田神ありがとうございます。池田か、池田。17日昼夜入ります。あ、待ってます。まひなさんの生誕と池田です。昼夜ね、昼夜だ。です。ます、こんばんは。今日はね、ファンの方からのプレゼントも受け取って帰りました。池田は苗字呼び？ゆらちゃん？池田じゃない？なんか池田って言ってない？みんな池田、池田は池田。ゆらちゃん、ゆら、池田です。受け取ったかいって、受け取ったよ。私が探してたマイメロのお守り
でも届くの早くない？私土曜日に原宿行ってなかったって言ってたよね、土曜日の夜配信で。どんなスピードで届いたらさ今届いてるのみたいな。土曜日の夜配信でなかったんですって言ったのに火曜に届いてるんだけど、すごすぎん？早い。あれ金曜やっけ？金曜かな。全種類、そう全種類違うの。私が探してたのはこれ。超可愛い。いろんなのゲットしてくれてる。ね、超早いよね。だから2日ぐらい、3日ぐらいでもう手元に届いてる。お守り OK です。あ、これは可愛いから欲しかっただけです。お守りが欲しいというよりはマイメロ、マイメロ目当てです。飾っとこう。どこにかけようかな。ね、検閲元で全部通って2日ぐらいで届いてる。びっくり。コーヒーさん、落花生ありがとうございます。そして名刺ケース、例の名刺ケース、名刺ケースまで。カバンに入れた方がお利益ある。お守りカバンに入れようかな。部屋に置いとくよりね。名刺ケース、名刺入れなきゃ。ピンク名刺入れよ。名刺配らなきゃ。綺麗に飾ってるのもご利益あるらしい。飾っとこうかな。なんかカバンに入れちゃったら結構雑な性格なのでなんかバチが当たりそう雑な性格なので。これは今日セブンで買った飲み物、美味しいチョコレートティーラテ。コーヒー見る。すごい、コーヒー、コーヒーを作るセット届いたんだけど。2から4人用カルディ行かなきゃね。これ豆買えばいいってこと？豆買ったら、そうだね、美味しいコーヒーの入れ方。同じの使ってる、マジ？じゃあ豆買いに行こう。2から4人用結構な体力使う。いいじゃん。じゃあお家にいながらダイエットできるじゃん。へー、嬉しい。今日もすでにコーヒー2杯飲んだから。塩分取りすぎて帰ってきてすぐコーヒー入れた、ブラックのなら治った。コーヒーは有能です。
じゃあコーヒー豆をゲットしなければ。コーヒー作り配信、配信で作るのね、またじゃあいつか眠らせないようにします。そうよね、お湯はねすぐ出るから、あと豆があれば、豆があればです。またいつか、そう、またいつか。あ、この紙も？紙？これ紙？すごい未開封だ、珍しい。これ何？紙かな。これは何？紙か。紙だ。すごい、これ届くんだ。へえ。コーヒーフィルターすごい。ありがとうございます。じゃああと豆だけだね。ね、すごい、これ通るんだね。しかも開いてなかった。あとは、あ、お箸。お箸だ。そしてキベラって書いてる。何でも揃うね。ちょっとご飯、ご飯炊かなきゃ。食器だこれ。じゃーん。あ、お味噌汁、お味噌汁が似合いそう。へらぼってヘラヘラしてください。やだ。あ、ね、いつか自炊するので、いつか自炊するから、その時に使おう。いいね、なんか丁寧な暮らししてる方のなんか食器、丁寧な暮らし。ね、丁寧な暮らししてそうな。あ、これはもしや箸置きかな、違うかな、なんだろう、違うジャンルだったりして。ね、丁寧な暮らししてそう。ご飯炊こうかな明日。どうしよう。なんだろう。お、箸置きだ。ね、ちょっとご飯炊かなきゃ。ちょっと こんなにこんなに揃ったら。かな？あとは？あ、
これはこれはこれは、私が欲しかった服だ。え、これくれるんだ。へえ、嬉しい。え、これ花子でしょ。犬の T シャツ、なっちゃんの犬ですよこれ。なっちゃんの犬。え、これ欲しかったんですよ。ファンの方着てて欲しいなって思ってたの。もらえた、イエーイ。今度こっそり着よう。なっちゃんの犬です。はなちゃんって本名は花子なんですかって。そう、花子。あれ、未公表だった。花子です。嬉しい。こっそり着てみよう、いつか。キチネさん、タコありがとうございます。そしてちいかわ、誰だろう、どこまでが誰なんだろう。これはいっぱい届いた。あ、かわいい、見て。ちいかわ、ちいかわ、かわいい。これパジャマ、パジャマっていうか部屋着、ルームウェアみたいな。花子 T シャツは違います。分かってます、分かってるよ。ゴルドムさんからありがとうございます。花子 T シャツは多分なっちゃんの生態委員の方じゃないね、混ざってたの知ってるよちゃんと。あ、待って、しゃもじもあった。しゃもじ、すごい、お米の形。明日絶対ご飯炊こう、もう決めた。もうここに誓います。混ぜないで。いや、出てきたんよ上から。花子の T シャツが、あとちいかわ、ありがとうございます。チーパーたち、え、味噌汁、味噌汁作ったことない。明日作ろうかな味噌汁。今めっちゃモチベ上がってるよ今はね。寝たら下がるんだけど。あ、チーパーだ。かわいい。今チーカーモチベめっちゃあるんで嬉しい。味噌汁ね。あ、これだ、これかな。あ、だけですわ。だけっていうか以上です。ウドムさんからのが2つですね。ありがとうございます。花子 T シャツが混ざってた。ゆきりかが味噌汁に入れない食材では分かる？なんだ？お味噌汁作ろうかな。ありがとうございました、プレゼント。
でまだ持ち帰ってないやつもあるのよ、そのパジャマとか。今日は新しくあった一セット持って帰った。あ、名刺入れもう一個あった。あった。あ、待って、まだあるわ。あとまだあった、これ開けてない。えん、リチャさん、初のスヌーピー。そう、2つあって1個しか持って帰ってない。歩いて持って帰れる量、1回の歩いて持って帰れる量です。スヌーピー、タツいね、私年女、タツ年だから一生ものだわ。タツ今年の干支とかじゃなくて、辰年の女だから。これ辰だよね。そう、まだ残ってる。ありがとうございます。よし、すごくない？これね、気合でちぎるタイプなんです。これ硬いじゃん、意外と。わかる？気合で引きちぎるタイプ、意外と硬いじゃん。気合で引きちぎります。だいたいハサミ使うじゃん。タツってすぐわかるのすごいなって。えね、パッと見でそう思ったけど違ってたらどうしよう。恐竜だったらどうしよう。タツだよね。勝手にタツって言ってるけど、ここにつけようかな。届かんな。そう、気合で引きちぎるタイプ。勝手にタツですって言って、恐竜やったらちょっとどうしようってなってるけど、タツです。よいしょ。これつけるむずいよね、ここに。反対か。つけるのむずい。これめっちゃ苦戦したんよね。え、神、ありがとうございます。あ、取れた。スヌーピーじゃなかったらどうしますかって。これスヌーピーでしょ。いい感じ。パワーで金具壊しましたかって。え、壊してないですよ。取れたけど、つけるのむずいよね。なんか太くて、このこれが紐がむずいんですよ。つけるの、ここに。みんなつけてみて、家のこういうところに。むずいから。ってことで、プレゼントありがとうございました。送ってくれて。こんな感じかな。まあちょうどいい感じ、尻尾が見えるし、横からつけた方が。ありがとうございました。全部、あ、紹介したかな。これ紹介してないかかな。ありがとうございます。明日は絶対お米を炊く。
言いました言いました。そう、プレゼント紹介。ちいかわ、鮭、確かに鮭焼こうかな。鮭、なかったら罰ゲーム。もう炊かなかったらどうしよう。わあ、これ懐かしい。このなんか仕掛けがある箱、ばあちゃん家にあったわ。めっちゃなんかずらしてなんか開けてく箱みたいなのあるやん。ティッシュ箱とかもこれだったわ。懐かしい。小さい頃めっちゃ触ってた。ずらしてね、じいちゃん家にあるやつそう、ずらしてなんかずらせるんよ。仕掛けがある箱、そうそう、スライド式のティッシュ入れ、そうそうなんですよね。懐かしいわ。久しぶりに思い出した。箱根、箱根の名産なのかな。これ箱根何県、箱根、ちいかわが苦戦してる。かわいい。神奈川県、神奈川県、神奈川の限りなく静岡より、そうなんだ、遠いな。箱根駅伝の到達地点、箱根。山口のチーカーは持ってないです。山口は持ってないかな。山口フグが、フグ、寄せ木細工のトロフィー、そうなんだ。たっくん福は内ありがとうございます。愛媛にもチーカーはあるでしょ。みかんのレモンは持ってるよ。広島のレモンのちいかわ、ちいかわ、ね、全国ある。昔のさ、なんかキティちゃんみたいな感じ、なんかキティちゃん集めてたじゃん昔、全国のあれのちいかわ、ご当地キティみたいな。そう、岡山にもある。桃なんじゃない。香川うどん、そうやね、うどんか、そうやね、うどんか、骨付き鶏。ご当地チーカー、でも48だっけ、47か、集めるのは難しい。どう頑張っても集めれない県が出てくる。
こんばんは。増えたね。47集めるのは難しいな。沖縄とかどうやって？ギフとか大変。マジ？だこういうの47集めたいけどね。そんな旅行行かんけんな。一軒で何種類もある？まあ一軒一種類でいいじゃん。一軒一種類とりあえず。ね。でも人生でさ行かない県とかもあるもんね。生きてて。どこに売ってるん？これでも駅とかに売っとるよ。なんか駅。お土産売り場とかに売ってる。から送ってもらったら揃いそう。でもむずいところはむずいよ。青森とかの人いないじゃん。いるかな。四国は余裕ですね。なんならたまに隣の県の売ってたりするから愛媛でちょっと揃ったりする。青森の方おるんかな。九州もむずいね。九州ちいかわ、そう、宮城売り場にある。でもなんか旅行行くって言っても、毎回同じとこしか行かんけん。大阪か東京か福岡やけんさ、大体そういう変わったところにね行かなきゃ。名古屋？名古屋？名古屋？ワイも広島か愛媛が多い。ね、行くとこはもう決まってるもんね。そうなんやはり大阪、千葉。去年の 85% は広島。ほとんど高知一回も行ったことない。マジ？意外とツアーで行くところなら、まあ、ツアーで行くところは私も行ってるんよね。だからまあ集めんとこ大変だから。諦め諦め諦めも大事です。大変だから集めない。集めん。集めません。集めないので。こんばんは。送ろうかって。でも中途半端に集まってもさ、ちょっと嫌じゃん。なんか揃えたくなるから。だからもう集めないので。集め、そう、集め。60% 広島ほぼやね。なんかアプリとかでさ、行った県が塗りつぶされるアプリとかあるよね。誰かがやってた過去に。なんかちょっとでも行ったことある県は塗りつぶされるみたいな。そうそうそう、あれやろうかな。結構埋まりそうで、埋まらんところに遊びに行ったらいいってことよね。
青森秋田は関東民でもハードル高い。マジ？セブンイレブンのアプリの全県制覇？何それ？携帯変えてたらダメかなって。うん、もうすでに行ったことあるとこは多分自分でも入力できた気がする。行ったセブン潰せるやつ、そんなのあるの？全国のセブン行くってこと？塗りつぶせるってことでしょ。残りは愛知、大阪。こんばんは。ね、入れてみようかなアプリ。全国のセブン。なんかそうだね、なんか買わんといかんってことよね、セブンで。へえ、でもいいじゃん、旅行も一種の楽しみになる。ね、すごい、プレゼント28日に書いてる。30に届いてる、すごい、早すぎる。ドライブがてら、ドライブいいね。全国のちいかわ集めるのですねって。集めないですよ。いえいえ、集めないですよ。最近ドライブにハマってる。いいね、まあ、車運転したことないからさ、ドライブにハマるっていう感覚が分からんけど。38種類ぐらい集まってきたら全部揃えそう。むずい県あるって絶対。沖縄とかどうするんですか。届いた県も丸せんといかんね。もうここは届いてますって。かぶったらいかんけんさ、もうここはありますって言って。なきゃ。ドライブ。うん。沖縄は友達に、あ、友達いるのか。すごいね、人脈。人脈すごいわ。友達ね。T シャツまだなっちゃんが受け取ってないから着るのが今がチャンスですえ、ね、誰が送ってくれたんだろう。なんもないんだけど、なんか手紙とか T シャツだけ入ってた。なんかさ、ありそうじゃん T シャツ、なんか紙、なっちゃんの生誕いいんですみたいな。普通に T シャツだけ入ってた。ゆきりかちゃんにもどうぞみたいな手紙ない入ってた、ポンって入ってた。で、誰が送ってくれたんだろう。生態いいんだよね。
あ、私が送りました。あ、スヌーピーと一緒ってこと。なるほどね。ありがとうございます。そういうことか。じゃあスヌーピーの分と一緒なのか。あ、本当だ。だから字綺麗。理解。なるほどね。じゃあこことここがセットってことだったのか。混ぜ小銭入ってるからさ、なんかたまに分かんなくなっちゃう。混ぜて入ってるからさ、そういうことか。ありがとうございますね。これはメンバー変えないじゃん。だからへえ。混ざっちゃうんですよでもまあこうやって解決できるからね。配信後に手紙読むから、はい、その手紙読んででも分かる、ああみたいな。大きい袋で持って帰ってるから、そう、何人かも送ってくださったものが一つの大きい袋で持って帰ってる。でも手紙読んだら分かるよ。なんかメール届いたと思ったらキャラに決済完了メールでした。ありがとうございます。決済完了。袋つけてるね。袋入ってるよそう、袋みんなつけてくれるけどさ、このこれに入れられるんですよ。これ見て、 STU のプレゼント持って帰る袋、これだけ。これは私のコインランドリーに持っていく袋になる。濡れた洗濯物入れれるじゃんこれ。いや使ってるよ、コインランドリー持ってってるから。これで私濡れた洗濯物入れれるけんさ、便利。そう、意外と嬉しい。紙袋じゃない、ビニール。コインランドリーに持っていくようです。うん、そうだね。そう、あの袋を送ってくれる人もいるけど、この茶色い紙袋で持って帰ってるね。しかも服の収納にできるじゃんこれ。だから何かと日常生活で使える。なんか入りきらん服とかをこれに入れて部屋の隅っこに置いとくとか。コインランドリー使ってる。何かと超役立つ袋。いつかそれだけ大量に届く？いやそれはちょっと困るけど、めっちゃこれ嬉しい。もうここに入りきらん、そうやつをこれに入れて部屋の隅っこに置いてたりする。そう、便利便利。夏用布団とかをギュッて入れてピッて。そうだからといっていらないですからね。欲しいと言ったわけじゃないからね。でも毎回めっちゃ活用してるよ、コインランドリーに。こんばんは。年賀状が2月になりそう。もうそれは年賀状欲しいということかと思った。い
やもう追加ではなんかいらないよ大量に。でもあったら便利。あもう送ってる。じゃあもう一個の袋かな。もう一個袋あったんですよ。こんばんは。洗濯物袋。いい袋があったら送るねって。いい袋、分かった。いい袋。47件の洗濯物袋、そんなのないよ。これ何件の。じゃこれ何件バージョン。どこも一緒ですよ。ダイソー、ダイソー島根、横島、横浜、神奈川、横浜。え、でもこれめっちゃ便利よね、この袋。確かにね、ダイソーでいつでも買えるけどさ、自分では買わんし。もうこんな時間だ、もうすぐ終わり。もう終わりです。今日ももう終わりです。待って、同じの家にあるって。ダイソーだからね、あるでしょ。中身が見えないところがね、いいよね。あと10分ぐらい。ってことで、あ、今日クラコンがあります。0時25分だっけ。クラコン、クラコン。わ、なんか青字ができてる。青字、なんか青字って気づかぬうちにできるよね。いつ打ったんだろう。太もも、太ももに青字できてるわ。TVerで見ます、はい、リク文字。あ、55分からか。クラコン、クラコン。結構遅めだね。寝ちゃってるよねみんな。55分とか。私は起きてる。見どころなんだろうな。何したっけな。神、ありがとうございます。あ、0時25分からか。あ、そうだね、0時25分です。0時25分何したっけな。12月の頭ぐらいに撮ったから
そう、関東はやってないけど TVer で見れます。55分から TVer。 そう、めっちゃ前。そう、なんか12月の頭の記憶って消えるじゃん、なんか年明けたら。そうそう、ロボリンさん結婚してギフトありがとうございます。そう、いろいろなイベントがあったけんさ、12月1月でギュッと。クラコンは消した。もしかしたら嫌な思い出だったんかもしれん、消してるってことは。クラコンって大体さ結構あるじゃん、無茶ぶりとかさ。クラコンといえば、いい意味でですよ、クラコンはなんか無茶ぶりとか変顔とかぶりっことかさせられる番組なので、私がダメージ食らっててね、消えたのかもしれない記憶。そう、いい記憶っていうかは、なんか収録終わった後ちょっとなんかモヤモヤ感が残る番組なんです。あんま笑い取れんかったなみたいな、自分反省会が行われる番組だから。そう。なんでこんな面白くない人間なんだ。その日は大ダメージ。チャリオさん神ギフトありがとうございます。あなたおもろいわよって。チャリオさん福は内ありがとうございます。なんかたまになんか結構手応えがある日もあるんですよ。今回うまくいったみたいな日もあるし、なんかあんまやったなっていう日もあるんですよ。まあそうだよね、お題による。なんかめちゃくちゃ手応えがあって、もう超ルンルンな日もあるんですよ。よっしゃ、もう爪痕しか残してないぜみたいな日時もあるし、あんまパッとせんかったなーって時もあります。そう、笑い取れんかったなーって。芸人さんね、結構いつも面白いと思っています。本当？まあ編集が素晴らしいのでなんとか絵になってると思います。反省会とかない。なんかクラコンは何やっても正解だから、もう滑っても OK みたいな感じなんですよ。正解がないから滑っても正解だし受けても正解なんですよ。だから反省とかないよ、何してもいいんです、何でもありだから、何しても OK。 そう、手応えあった時は覚えてる。手応えあった時はスタッフさんのハンドル手応え測るので、うん、自分の中でこれはおもろいわみたいな。日常で話題取ろうとしてるイメージない？いや、実は面白いこと好きなんですよ、実はね。だから面白いって言われたらテンション上がるし、でもおもんないなって思ったらテンションは下がります。意外とね、意外とボケたりするんですけど、
モチベのベース、そう、モチベのベース、こんばんは。あ、そうね、引き寄せる相方がいるといいかも。そうかもね、それはそうかも。ボケても突っ込んでくれる人がいればボケやすい。めっちゃいい感じじゃない今更これ。画角に映ってて、こっちか、こっちかね。不意に画角見たらめっちゃいい感じ。え、なっちゃん結構ツッコミですよ。私といるときボケてツッコんでくる、ツッコむ、ツッコミ。スヌーピー、メロングマって、スヌーピーですメロングマじゃないです。メロングマって言ったらあのゆるキャラやん。ゆるキャラじゃん。メロン、前下野さんありがとうございます。あ、団地を登り損ねましたって。ああ、たった2回でしたね。リカちゃんこんばんは。バレンタインのスペイベ当選しました。すごいです、おめでとうございます。会いましょうね、2月11日に、11日。昨日の夜と今日の昼じゃん。乗り損ねるなんて、今日とか断じよう簡単だろうに。よっちゃん風呂敷ありがとうございます。よろしくお願いします。スペイベ今日なんだね。なんかいつ登録あるか知らんかったけんさ、急に急に来たね登録。もう間に合う間に合わん今日登録歩きしてました。マジ？まだだと思ってた。2週間前かな今日が。うん、結構まあそんなもんか。こんばんは。ね、もうちょい先かと思った。私も2月の頭ぐらいかなって思った。10日前ぐらいに。まあ言うてね、もう2月の頭ですが、ほぼ。あ、今壇上変わった。間に合ったよ。18時の壇上になるのを待ってました。マジ？今日出ると思った？へえ。お疲れ様でした。あと2分です。あと2分、あと2分。遅くても困る。でも結構遅いこと多いじゃん道楽だから。だから
あ、今日前髪最悪ですよ。40点ぐらい。40点。あられさんキラキラありがとうございます。明日は配信1回だけって、え、その予定ですけど、あと1分だ。じゃあ壇上読みます。13位花ゆきさん、12位きつねさん、11位チャリオさん、10位るいさん、9位あきやんさん、8位はっとりさん、7位けんけんぱーさん、6位たっくんさん、5位ムーランさん、4位みきやくん、3位やするぱんさん、2位やすべさん、1位うどむさん、ありがとうございました。ということで、この後はクラコンがあるので見れる方は見てください。ということで、今日も一日ありがとうございました。おやすみなさーい。おやーおやすみ。おやすみなさーい。また明日。明日は1月ラストです。です。